こんばんは、パーソナリティの小林美幸です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。はい、12月に入りました。入りました。師走です。師走です。走ってますか？走ってますというのもですね、新しい役職が、人事が決まってですね、もう1ヶ月経ったんですけども、はい、それで走り回ってまして、全国を走っております。ではそのお披露目を。はい、ですね、いろいろあるんですけど、一番わかりやすいのは自民党の青年局の学生部長ということになりまして、ですから、まあ、学生さんというと、まあ、もう学生さんすごいたくさんいるんですが、はい、まあ、基本的には高校生以上、はい、大学生とか専門学校生とか短大の方とか、はい、まあ、いろんな方いらっしゃいますけども、そういう学生さんたちに、まあ、政治を考えてもらう、まあ、きっかけを作っていくっていうことが、ミッションになっていて、ちょうど、まあ、18歳まで、今度の参議院選挙、はい、まあ、18歳まで選挙に投票ができるというふうになりましたんで、まあ、非常に大きなきっかけのタイミングでそういう仕事になったんでですね。18歳から。18歳から、そうなんです。なので、今、全国を回りながらですね、いろんな大学にお話しに行ったりとか、あとは、ちょっと全国の県会議員さん、そして国会議員の事務所、地方の事務所ですね。で、もう全国で、とにかくインターンシップ、なるべく受け入れて、もう、触れ合う機会をやっぱり作っていこうっていうものを今準備をしていてですね、はい、特に2月3月が大学生にとってはこう春休みなもんですから、はい、この時期になるべくこう体験してもらえるような、うんうん、今準備を整えているので、なかなか今全国一律でですね、はい、自民党でインターンシップやろうっていうのはなかったもんですから、なんとなく個別でやってたので、それ今統一をしにやっているので、結構走り回っていると。個別でしていたそのインターンシップが認められたっていうか、はい、そうですね、もありますよね。はい、やっぱり良かったよねっていうところがあるので、で代議士になられた、はい、その目標の一つがこれでもありましたよね。そうですね、なるべくこう若い方にやっぱり政治参加をしてもらうっていうことは、はい、これ別に政治家になってほしいということではなくて、政治の世界ってやっぱり自分たちの未来が語られているので、はい、やっぱり未来って気になるじゃないですか、やっぱりそこの情報を取ってほしいなっていうのが一つで、そこから自分たちの将来をやっぱり描くきっかけにしてほしいっていうことと、はい、もう一つはやっぱり適切な関わり方をすると、うん、自分たちの未来は変えられるっていうことに気づいてほしいなというふうに思ってるんですね、はい、だからそういう機会を福山でも作りたいと思っていて、はい、例えば芦田川の河川敷をみんなで整備しようなんていうのも団体を作ってやってたりするんですけども、はい、まあ、一つ一つこう関わっていくことで社会に関わる気持ちが芽生えればいいなというふうに思っています。はい、小林さんはでは3年前と議員になられてからのその政治へ対する思いというか、また国とかそういう生きるとか、もう全然なんか思いが違ってきたんですね。そうですね、なんかこうなんとなくとにかく変えたいっていうところからこう見えてきて、その変えることの難しさもありますし、でもやればできるっていう可能性も感じましたし、一方で難しいなと思うのは、はい、結構先輩方からも言われるんですけど、はい、その政治ってどうだって言われるんですが、今って政治の役割が少し変わってきてると思っていて、その人口がダーッと増えていって物がない時代の政治っていうのは、とにかく道路を新しく作って、でその周りに人が住んでっていう形、どちらかというとこう政治主導型で良かったんだと思うんですね。リーダーシップをバッと発揮する。でも今ってもうどちらかというと成熟国になってきていて、もう整った仕組みがあって整った業界がある中でより改善をしようとするっていうふうになると、実は今いる人たちの協力がないと実は動かないことが多いので、より政治について理解をしていただいて、一緒にやりませんか、私たちの未来こうだと思ってるんですけどどうですか、乗れますか乗れませんかみたいな話をするっていう、すごく丁寧な政治が求められるんだろうなというのを最近本当に感じていてですね、そういう意味ではもっと私たちがお話をしていってビジョンを示したりとか、皆さんの気持ちを汲み取っていく、コミュニケーションを取るっていうのがすごく重要になってきた時代なんだろうなというふうに思っています。なるほど、政治を知るというよりは政治を覗くっていう感じですね。そうですね、そうすると何が見えてくるでしょう、あなたが感じてくださいという、はい、そういうお役目まだあるんですか？あとはですね、総務部会長代理ということになりまして、これは総務部会というのは、地方自治とか郵便郵政、あと情報通信とか放送、はい、これが総務部会、自民党の中で総務省関連の政策を練っている会議なんですけども、はい、そのトップの下で使えている人ということになりますので、はい、実績に自民党の中でその政策を作っていく役割になったということになっていて、すごいですね、
だから政務官とか副大臣とか大臣とか、ええ、これはあの政務側に入るとそうなんですが、政務官と部会長代理が大体イコール、で副大臣と部会長がイコール、ね、でそこからさらに頑張っていくと、まあ、大臣っていうことになっていくので、はい、より一層自分の意見も、そうですね、話しやすくなった立場、はい、っていうことですね、はい、一方で調整もしっかりしなきゃいけないので、そうです、例えばあの今回だったらちょっと前ですけど NHK のクローズアップ現代の内容がちょっとこう偏ってたんじゃないかとか、はいはい、あのやらせだったんじゃないかみたいな話になった時にですね、やっぱり我々もちゃんと対処しなきゃいけないんですけど、やっぱりそれで踏み込みすぎると政治が放送に関わりすぎるっていうことも言われるかもしれませんし、一方で正さなきゃいけなかったりとか、あそういうこう難しい調整っていうのが入ってくるので、まあ、より矢面に立っていくっていうことですから、あの責任感もあの持ってやらなきゃいけないなというふうに思っています。はい、大きくこの2つの役職が、そうですね、新しく変わったところでいくとそういったところになるから、はい、さあもっと踏み込んでこういう場合もじゃあ小林さんに相談したらいいのっていう、そんなメッセージもお待ちしています。お待ちします。メールアドレスは devan@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページ、どうぞご覧ください。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は沖電機株式会社専務取締役沖一馬さんをお迎えしています。沖さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。沖さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで沖電機専務ということなんですが、はい、今おいくつですか？今28です。28、はい、もうすぐお誕生日。あ、もうすぐ29になります。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。来週でしたっけ？来週になります。そうですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。アラサーに、アラサーに近づいてますね。近づいてますね。はい。どうですか、30歳に近づく。いやー、全然ちょっとあの想像してなかったですけど、あ、もう自分が30なんだと、もうちょっとドキドキしてますので、こんなんでええんかなと、思ってますけど、はい、まあ、30にして立つですからね。そうですね。これから、これからだということを私も言い聞かせてやったんですけど。さて、沖電機さんっていうのはどういう、こう、お仕事されてるのか、ちょっとまずご紹介いただいていいですか？はい。ですね、弊社はですね、1963年、創業のですね、まあ、いわゆる町の電気屋さん、なんですけども、はい、今従業員、12名でやらせていただいてるんですが、ですね、場所は福山駅のちょっと東の方ですね、NTT の鉄塔だとかあの奥州塾さんが、あると思うんですけど、それの、線路を挟んで向かい側に、位置してるんですけれども、はい、そこであのお店をやっております。はい、はい、どんなものを扱ってるんですか？そうですね、本当にあのもう家電製品、電気に関わるものだったらあの何でもっていうようなとこなんですけど、まあ電球一つから、まあ本当に一般的な家電製品であったり、あとは法人関係のお客様であれば、空調関係の設備だとか、照明の設備ですね、はい、あとはリフォーム関係、そういったこともやらせていただいております。法人とのお取引はあるんですね。はい、そうですね、あの法人のお客様もかなりおられます。ということで、こう電気屋さん、町の電気屋さんということをあえてご自分でおっしゃったんですが、はい、こう量販店、はい、今増えてますよね。なんとか電気って言って、やっぱりもう車で行ってドーンと大きいと、一方で町の電気屋さんっていうのはすごくこうこじんまりとやってらっしゃるという中で、この違い、こだわりがあるんだと思いますが。そうですね、やっぱりまあ、私世代なんかは特にそうなんですけど、まあ、量販店だとか、ネットだとか、まあ、そういったところで家電を購入するっていう方がやっぱ増えてるんですけど、まあ、うちのその、まあ、こだわりとしては、町の電気屋さんとしてですね、もうそこの、お家の方、会社の方とのやっぱ長いこうお付き合いがありますので、お客さんの、ところだったらこの商品が、いいんじゃないですかと、こういう機能ついてて、逆にこういう機能はちょっといらないんじゃないかなとか、そういう細かいその方それぞれに合った、提案が
できるっていうところが、やっぱり量販店さんや ネットとはちょっと違うかなと、こういうところで提案力っていうところは、ね、はい、そのお客さんの顔を見て長い付き合いがあるので、はい、これの方がいいんじゃないみたいな、話もできるっていう方のが、まあ、うちの強みかなと、思っております。あとはなんかこういろんな相談に乗ってくれるっていうイメージがあって、あ、そうですね、うちもこうね電気屋さんとお付き合いがあったりすると、なんかこうこれ変えた方がいいんじゃないですかっていう話から、こういろんなものあると思う、こういうことまで実は相談に乗ってますって話ありますか？ああ、そうですね。ちょっと電気屋さんとはまたちょっと関係ないのかもしれないんですけど、まあ、例えば、水道水が漏れただとか。水漏れもよく言っていただきますね。できるんですか？もう簡単な工事はもううちで、やらせていただきます。助かるですね。他にはもう鍵なくして家の中入れんけちょっと助けてくれとかありますね。すごいですね。もう何でも相談来ますね。もう早く来てくれ言うて言われますね。鍵どうするんですかそれは。いやもう鍵はですね、もうなんとか何とかするんです。家族ですね。もう本当にですね、本当何でもやらせていただいてます、それはもうご自分で会社の中でやることもあれば、どっかこう協力していただく方を連れていくっていうこともあります。そうですね。やっぱり本当に専門的なことだったりすると、協力業者さんというかですね、水道屋さんや鍵屋さんをご紹介して、行くっていうような形を取らせていただいてます。でもなんかこう私も昔営業やってましたけど、それ営業メールに尽きるとこありますよね。何でも相談してくれるっていうのは。そうですね。本当にもう何でも相談していただけるっていうのは、それだけこう、まあ、信頼していただいてるのかなっていうのがあるので、ものすごく、まあ、携帯手放せないですけど、はい、はい、本当に嬉しいことだなと思います。でも本当にご高齢でお一人暮らしされてる方も増えていますし、はい、そういう方にとってはすごい心強いんじゃないかなと思いますけど、どうですか？そうですね、もう本当に、もう今年配の方っていうのはかなり、多いですから、まあ、そういった方が、僕らは普通にできることでも、そういった方ってできないことものすごくいっぱいあって、まあ、例えば電球一つ変えるのにしても、ね、もうお客さんなんかでも自分で変えようとして転倒して怪我しちゃったりとか、まあ、そういう方なんかもおられるんですけど、まあ、本当にそういう細かいところからやらせていただいてるっていうような感じですね。そういう意味ではこう地域を守っていただいてるっていう、こういう役割もあるんじゃないかなって思います、ね、そう言っていただけると、はい。でもそんな提案力で、2011年にはなんと太陽光発電システム販売台数全国1位ということ、はい、すごいです。そうですね、ありがとうございます。これはですね、まあ、うちが系列としては日立の系列のお店なんですけど、そこの、まあ、全国の日立のそういったお店の中で太陽光の、はい、販売件数が、まあ、一番多かったですよというので表彰していただきました。すごいですよね。ありがとうございます。全国何百店舗あるんでしょうか。そうですね、かなりの数ある。そうですよね、はい、その中で1位、それ何がやっぱり多かったんですか。そうですね、やっぱりこの頃一番こう太陽光のシステムっていうのが、まあ、全国的にも出てた頃なんですけど、まあ、いち早く、まあ、うちの、会社の屋上なんかにも、取り入れたりして、あ、じゃあ実際つけたらこういうふうなメリットはありますよというようなのを、うん、まあ、お客さんにこう積極的に提案した結果なのかなというふうに思っております。なるほど、自分たちで取り組んでみて。そうですね、まず自分でやってみて。面白いですね。すごい説得力がありますね。ありがとうございます。さあ、それではこのあたりで、はい、リクエスト曲をおかけしたいのですが、はい、松山千春さんと誕生日が一緒なんですか。あ、そうなんです、はい、もうなんか今日それ推しみたいになってますけど、はい、一緒なんです、そこで松山千春で、はい、大空と大地の中でリクエストいただいています。ではどうぞ。今夜はゲストに沖電機株式会社専務取締役沖一真さんをお迎えしています。沖さん、後半もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。カラオケでもお箱だってことで。そうですね、ちょっと歌ってもらっちゃいました、はい、そうですね、いい声でした、ね、ありがとうございます、恐縮です。普段モノマネしながら歌ってるんですか。あ、もちろんもうその辺はやらせていただいております。いいですね、はい、沖電機行くと聞けるかもしれません。あ、もうぜひぜひ聞きに来てください。そういうなんかイベントあるといいですか、ね、あ、そうですね、はい、だからイベントということですが、今週末、はい、
12、13、土日に、はい、年に一度の歳末展示会があると。はい、そうですね。あのうちのお店の方で、はい、この土日と展示会をやらせていただく予定にしております。はい。はい、どんなことがこう見れるんですか？そうですね。もう本当に歳末、もう年の最後の展示会ですので、いつも以上に皆さんにお得にこう家電品をご購入していただけるというふうに、はい、ご用意しております。なんか特典あるんですか？そうですね。本当にいろいろな特典は用意させていただいてるんですけど、まず来場していただいた方に来場記念品をご用意してたりだとか、はい、3万円以上お買い上げの方には福の山くじって言って、これ毎年恒例でやらせていただいてるんですけど、福山にちなんだ豪華景品が当たるくじを引いていただいております。何でしょうか？もうそれはもう来てからのお楽しみということで、はいはい、それ以外にもお子さんが楽しめるゲームなんかも。そうですね、はい、コイン落としだったりとか、まあ、くじ引きだったりとか、はい、いろいろちっちゃいお子様が来られても楽しんでいただけるようなことはいろいろ考えております。あ、じゃあ、はい、遊びに行ってもいいと。ああ、もうぜひぜひ本当に来ていただけるだけでワイワイやってますので、別になんか欲しいとかっていうのはなくても本当にもう遊びに来ていただければなと思います。来てみて触ってもらったら。いや本当に、はい、おすすめ商品なんかありますか？そうですね、この時期なので、はい、今は暖房器具としてエアコンがよく出たりだとか、これから年末年始になるので、やっぱり家族団らんで大型のテレビですね、はい、大画面のテレビ、ああいうのが出たりとか、であとはそうですね、大掃除してる時なんかにこうついでにじゃあ照明も変えちゃおうかというので、まあ新しい年は、明るい新しい照明でみたいなので、照明なんかもよく出る時期ではあります。お、はい、やっぱ季節柄ってあるんですね。そうですね、やっぱ季節ごとに出る商品、っていうのは結構決まってきますね、はい、今までだとやっぱりエアコンっていうよりはなんか灯油ストーブとかっていうイメージが多かったですけど、最近はエアコンが多いです。そうですね、やっぱり昔は今言われたように石油のファンヒーターだとか、ああいったものの方が暖房器具としては主流だったんですけど、やっぱりまあ石油ファンヒーターは石油ファンヒーターですものすごくいいところあるいいんですけど、やっぱり灯油を継ぎに行く手間があったりとか、あれものすごく 重かったりするじゃないですか、ね、外でこうシュポシュポやって、はい、ポップでやってました。私の仕事でした。そうですか。はい、やっぱりああいう手間があったりだとか、まあ、今灯油のお値段なんかも結構上がってきたりしてるので、その辺の、まあ、省エネ性だったりとか、はい、であと一番は結構年配の方で気にされるのはやっぱり火災ですよね、どうしても火使うものなので、その辺を気にされる方はやっぱりエアコンの暖房をおすすめさせていただいております。もともとね、ああいう灯油とかの方が早く暖かくなるんで、そうですね、こういいよねっていう感じですが、だんだんエアコンの性能も少し上がってきて、かなり良くなってます。暖かさがあったということですね。もう昔のエアコンに比べて暖房機能っていうのはかなりアップしてるんで、もう結構こう暑いのがバッと出てきますんで、はい、効きは全然違うと思います、はい、じゃあどちらかというと夏クーラーのためにエアコンっていうのが冬エアコンっていうのが、そうですね、本当に夏だけじゃなくて今冬もよくエアコンが出るようになってます。へ、他の季節って何かあるんですか？波は。そうですね、これやっぱり春、まあ、春とかだったら例えばそうですね、新生活でまあ、家電品、まあ、1ギガ出たりだとか、あとはまあ空気清浄機とかですね、春は。どうですか、こう電化製品を扱うときにこれだけは気をつけた方がいいよっていうのはありますか？なんか昔はテレビ叩いてたじゃないですか。はい、やらないでください。ダメ、ダメです、はい、めげちゃいますんで、それ、はい、そこはちょっと気をつけていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあ選ぶときの注意点ってあります？そうですね、まあ、やっぱりまあ、家電ってグレードによってものすごく値段も違ったりするんですけど、まあ、じゃあ一番いいの買っとけばいいかっていうと、じゃあその人にとってはいらない機能もいろいろついてたりっていうのがあるので、まあ、その辺はちょっとやっぱ一度ご相談いただければ、まあ、その人に一番合ったものをご提案できるかなと思います、うん、
ね。最近すごいですね、グレードの、例えば炊飯器とか、もう本当にグレードすごい、めちゃめちゃいい炊飯器出てますね今ね、はい、こんな高級な炊飯器美味しいんだろうなと思って、でもやっぱ違いますね、やっぱ違うんですか。違います。なので、もう、ま、やっぱり毎日食べるご飯だから、ちょっと炊飯器はいいの買って、毎日美味しいの食べたいよねっていう方は、やっぱそうやってちょっと上の、グレードのものを選ばれる方が多いですね。やはり見るとなんか白いご飯食べたいなと思うんですよね。そうですね。一人暮らしなんで炊くことはないから。炊いて食べてください、ね。そうですね。はい、炊いてください。一人炊きってありますよね。あります。今本当に少量炊きっていうのが結構ある。へえ。そうですよ。あ、そうですか。本当にね、小林さんみたいな一人暮らしをやってみたいな。すいません。頑張ります。それでなんかスープもできちゃったりとか。あ、できます。すごい便利なのがあるんですよ。そうなんですか。ちょっと持ちになったら。さすが主婦で。もうご飯炊くだけじゃないですからね。あ、そうなんですか。はい。家電の話と盛り上がりますね。家電も大好きです。家電トーク。はい。楽しいです。便利なものは大好き。いかがですか、こう。電気屋さんだからこそできることっていうのを少し前半も含めてお話しいただきましたけど、将来の沖電気、こうありたいなってありますか？そうですね。やっぱり先ほども、ちょっとお話しさせていただいたんですけども、今やっぱり家電難民の方というかですね、例えばネットを使いたくてもこうパソコンの使い方がちょっとよくわからないだとか、あとは量販店行きたいけど車が運転できないだとか、そういった特にご高齢の方っていうのはものすごく増えてますので、そういったその家電難民の方っていうのが一人でも福山からいなくなるように、ちょっとうちのメンバーは使命感を持ってやらせていただいてますので、もう引き続きその辺を福山全体をこうフォローできるような電気屋になりたいなと思っております。ぜひ、はい、カバーをしていただきたい、発展をしてカバーをしていただきたいなと思いますが、はい、先ほどイベントの時ですね、今週末の12、13ですね、この展示会ですけども、この時にラジオを聞いて来てくれた人に何か特典をしようかなって言って、せっかくなんで、もしこう聞いて来ていただいた方には、一つキーワードというか、何にしましょうですね、ちょっと今考えたんですけど、じゃあ、千春で。あ、千春。千春。ラジオ聞いたよ。千春。千春って言っていただいたら、ちょっとした、特典が。特典をご用意しておりますので。はい。なんかお店にお問い合わせしたい時の番号も教えていただいていいですか？はい。電話番号はですね、084-922-4495の方にお電話いただければと思います。922-4495ですね。はい。はい。沖電気さんでございます。じゃあ、まずは展示会を楽しみということで。はい、ぜひお越しください。はい、今夜ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは、沖電気株式会社専務取締役、沖和馬さんでした。家電話盛り上がりますね、なんかね。炊飯器買いたいなと思って。好きなんですね。あ、炊飯器買いたい。だからか、だからか。お父さん聞いてましたか。買ってください。はい。それでは今夜もお相手は小林美樹と、アシスタントは、平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は、コーアブスさん。カネソ22の提供でお送りしました。